社、その左側が職員さんのアパート2号と、その左側が3号とお偉いさんのアパートでございます。その左側がですね、窓がない建物、水槽でございます。はい、今からですね、船長がですね、接岸のチャレンジをすると思います。それでね、様子をずっと見ていく。で、先ほども船長から話がありました、午前中がね、波が1メートルの波の予想でしたけどね、これでも、上陸ができなかったんです。午後からは 2.5 メートルぐらいになる。右側の馬蹄形のものがここにですね、石炭積み出し船を経由場所でございます。ですからここに船を止めて石炭を積み込みで出ていったところでございます。はい、今の横がドルフィン桟橋、昭和37年にできましたドルフィン桟橋でございます。